いやいや、どうなってんだ、この棚の上のほこりは。K-POP アイドルの CD が汚れちゃうんじゃないのか、これ。どうもどうも。ちょっと、ひどい姿を見せてしまいました。K エンタメラボ、古山正樹の韓流研究所。所長の古山正樹でございます。このコロナ禍の中でなかなかね、行ったり来たり、わったかったできない状況。難しいですよね、情報収集。そんな中でやっぱり非常にありがたいなと思うのは、韓国のそのリアルな声、リアルタイムに入ってくる情報をいち早く入手できる、そうですよ、 KBS。 今日はね、そんな KBS ワールド、日本で見られる KBS ワールドの魅力を通じて、その韓国の今のリアルなコンテンツの情報をちょっと研究していこうかなと思っています。ということで、今日もね、有能な研究員が会いに来てくれるっていうんで、ちょっとここで待ってたいと思いますね。韓国丸ごと楽しめるってこと？韓国丸ご丸とご今出てと。ますよ。とりあえずスモールアイの。それでは本日の研究員をご紹介いたします。こちらです。こんにちは。KBS ジャパンのキム・ユージンと申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願よろいいしくたお願しいいたまします。す。KBS ワールドさんにも僕は本当にお世話になってました。もう伝説の番組と言われている和 K-POP。 この初代 MC を2初年代、間そうですよね。務めさせていただきましもうお久た。しぶりですね。KBS ジャパンさんも実は開局もうすぐ15周年なんですか？今年で15周年を迎いえました。やー、おめでとうありがとうございます。でも、KBS といえばですよ、はい、韓国を代表する公営放送ですはし、もう KBS と聞いたら、韓国の放送局だと。そして、ドラマ、バラエティ、いろいろと思い出される方も多いほど、もう KBS というネームバリューは本当にね、強いものがあると思いますが、KBS ワールドというチャンネル自体で、実際に放送されているのは、どういった番組っていうふうに言えばいいですかね。皆さん大好きな韓流ドラマ、最新の韓流ドラマ、K-POP、バラエティ、あとこれだけじゃないです。教養、教養、ドキュメンタリー。で、また生放送のニュースまで毎日放送してますので、もう韓国を丸ごと楽しめるっていう。わかりましたか？ここ出てます。丸ギごと。リリリリ、韓国丸ご丸とご今出てまと。すよ。ドラマで言えばね、もう冬ソナだって KBS で放送そうさでれすたわけでね。すし、それ以降もずっとミュージックバンクでね、KBS を楽しんでらっしゃる方もいるでしょうし、それからバラエティーでも1泊2日だったりとか、いろいろもう大ヒット番組ありま長す寿けど、番組がもうたくさん多ありいまですしよたね。ね。しかも2011年にはミュージックバンクイン東京もやりました覚えてね。ますか？行きました、現場。2011、ちょうどもう10年前。そうですね。早いそう、なミュージックバンクワールドツアーで第1弾とそうでしすよて、ね。東京で開催された。すごい盛り上がりましたけど、あとは不朽の名曲とか。そうですね、2019年度に。ねえ。イベントも行われそうましたよですね。ね。いや、そう考えると本当 KBS 初のヒット番組っていっぱいありますけど、実際に本国では KBS1 と2という2チャンネル体制で放送されてるわけですが、そのそれぞれの良さをぎゅっと凝縮したそうですね。独感じ自と。編成で、そうですよね。視聴者のニーズに合わせてそうですおよ。届けしてます。日本の 視日聴者本のの視ニ聴ーズに合わせニーズてにい合わるせてです。ということでございます。さあ、そんな中で KBS ワールド、KBS ジャパンさんがおすすめの番組をこれからキムさんにジャンル別で一押ししていただこうと思うわけなんですが、まずはドラマからドラマからです参りたいね。と思います。ドラマは何でしょうか？一番歴史の長い枠ってなると、週末ドラマっていう枠なんですよ。そう、この週末ドドララママは国民放送枠って言われてますよね。そうですね。1980年から韓国で放送が開始して、今ももう平均視聴率30%記録こしれてて、今もだからね。今もですよ。で、この週末の枠って外れがないんですよね。ないですね。全部ヒットすんの。ヨン様も1995年の若者の日向って出演したことがあるし、あとウォンビンさん、ゴッチっていう作品に出演しまして、ソン・ジュンギさんも2008年に週末ドラマに出て演らっされしゃたこる。と、
った合流も今ありますし、この週末ドラマ新作が6月から KBS ワールドで始まりますので、これですね、ガン姉妹っていうタイトルなんですけれども、下の名前にガンが入ってガン姉妹なんですね。ガンナムガンシックガンテっていう、あ、それでガン姉妹なんだ。ガン姉妹なんですね。はは、これどういうドラマなんですか。両親の離婚協議に起きた母親の殺害事件。なんですかそれ。両親のいきなり殺害事件なんですけど、両親の離婚訴訟中に起きた母親の殺害事件で、はい、もう家族全員が容疑者候補に上がって、そこから恐ろしいドラマですね。そこから始まる物語なんですけど、母親が死んだところから始まるんですか。そうですよ。恐ろしいドラマですね。でそれでミステリー、ちょっとスリラーもあって、でもホームドラマなのでラブコメっていう要素もある、ダイナミックなもうストーリーになる。わかんないこれ。今韓国でも現在放送中、はい、視聴者の反応はどうなんですか韓国で。すごく面白いと、はい、だすでにも 30% 超えてますんで。はあ、なかなか日本でこの題材は 30% 超えないですね今ね。であとこの作家さんがすごく有名な方で、はい、ムン・ヨンナムさんっていう、はい、まあ、この間頑張れプンさんとか、お、はい、もう7年ぶりの週末ドラマ復帰作としても話題になって、はい、視聴率も期待してます。自分の予想ですと多分 50% 近くまでいくんじゃないかなって。この後、はい、すごいなこの題材で 50% 近く。韓国も今地上波枠で 20% 超えるの大変なんですよね。大変ですね。韓国も 10% 超えたらもう成功って言われてますよね、はい、これ日本と一緒ですよ。ドラマはだいたい 10% ぐらいで、 20% だったらもう大成功。大成功ですね。それで 30% だからいくら国民枠って言っても面白くなきゃ数字取れませんからね。取れないですね。6月から KBS ワールドで日本最速で。そりゃ最速ですよね、はい、そりゃ最速ですよね。ご覧いただけますので。さあこれがドラマということでございますが、はい、さあ続いては、音楽ですね。音楽ですね、はい、音楽。あれ、なんかこれ BTS スペシャルライブ&トークショー、はい、KBS で3月に特番されたものなんですけれども、 KBS で BTS の特番。特番ですよ。なかなか組まれないですよ ね、 すね、こんな単独のアーティストの特番って。まあ職員ながらすごいなと思いましたけど。これってもう彼らのデビュー後初トークショー、はい、地上初になるかと思います。これまでねケーブルとかだったらそういう番組ね一部ありましたけど、そうですね、海外では結構出てたりして、そうですよね、まあ、普段聞けない彼らの、はい、もう素顔 もう見れるし、しかも前編後編、そうですね、2回。7月にはこうこれ合わせた完全版っていう形で、あら、まあ、完全版、はいはいはい、決まりましたんで編成が、6月7月は BTS で。しかも6月って日本でベストアルバムリリースなんですよ。大変ですね。もうBTS の名前かけて特集するのは多分初だと思います。なかなかないですね。これが音楽番組をおすすめと、はい、いうことですね、はい、そしてもう一つはこれドキュメンタリーですか。教養ドキュメンタリー番組もたくさんありまして、まあ、その中でも人間劇場っていう、これね、インガングッチャンですよね。インガングッチャンですよ、何年ぐらい歴史ありますよ。2000年から放送してるので20年以上経ちましたね。これに出るとすごい話題になりますし、まあ、日本で言ったら情熱大陸よりも時間が長くて、長いですね、ちょっと一人にフォーカスを当ててさらに深くやっていきます、はい、でもこれもやっぱり KBS を代表する番組じゃないですか、人間劇場って。そうですね、これも皆さんもドラマとか K-POP とか見たくて加入してくれるんですけど、まあ、後にこの人間劇場にハマってっていう方もたくさんいらっしゃいますので。わかるわかる、それはあれですね、あのファランを見た時にあの BTS の V 目的で見てパクソジュンにハマっちゃったみたいな、はい、そういう感じですね。その流れとちょっと似てますね、はい、でしかもこれ見るとなんか韓国のいろんな側面が分かってきますよね。そうですね、人を介して韓国を見るっていう、あと僕ねこれ知らない番組なんですけど、はい、韓国人の食卓っていう番組があるんですか。あります、長寿番組。長寿番組、はい、10年ぐらい経ったかなと。どういう番組なんですか。これは韓国国内各地を巡って
食文化を紹介するっていう番組になってますね。面白そう。例えば、まあ、キムチつける日とか、もうちょっと深く描くんですよ。その現地の人と触れ合ったり、まあ、一緒にこう体験したりとかして、はいはい、っていう番組になってますので、まあ、食だけじゃなくて文化も結構見たら分かるかなと思います。やっぱり韓国ってあの地方ごとに全然食文化実は違ってて、はい、違いますね。例えば南の方とか北の方では味付けも違うし、違いますね、しょっぱさも違う。だそういうなんか違いが本当にその土地に行かなきゃ分かんないんですよね、実はね。そうですね、 KBS ならではっていうか。ですよね、はい、やっぱ予算お金かかるからね。かかりますね、ちょっと、まあ、そういう意味では KBS の強さがこういうところでも見られる、はい、ということでございます、はい、さあそして続きまして、はい、私フリアの目線で KBS ワールドをチェックしていくというフリアズスモールアイノでございます、はい、小さくなったからこそこんなに字が小さくてもよく見えるもうびっくりしました。これ KBS さんのこの番組表を見た時にも字が小さくて見えなくて本当にという中で、ちょっと注目したい番組を僕ねいくつかチェックさせてもらいました、キムさん、はい、まずは、はい、なんといってもですね、やっぱり韓国の芸能シーンをいち早くチェックする番組といえば、KBS といえば米賀中継ですね。芸能界中継だったじゃないですか、はい、でこれ終わりましたよね。終わりましたね。で後番組がこの芸能ライブってことですか。そうですね。これはあの米賀中継とどんな違いがあるんですかね、まあ、似たような感じなんですけれども、まあ、最新の芸能情報、ね、情報プラス、ランキングとか決めたりとかするのがあったり、独自のランキングを決めた、ね、はいはい、今司会って誰やってるんですか。イーフィジェさん。あ、お笑いさんのイーフィジェさんですね。ですね、はい、いろんな番組で、ね、活躍してらっしゃいますけども、へー、はい、これが芸能ライブですよね。もうユヒュルのスケッチブックは K-POP 好きだったらもうみんな見てると思いますけども、見てますね、長いですね。ソンシギョンさん後釜狙ってますからね、ずっとね。ソンシギョンさんはずっとユヒュルさんにもう終わったら僕が MC やるからみたいな。結構何人かいますね、狙ってる人。狙ってる人、このユヒュルさんの後の狙ってる人は僕はソンシギョンさん堅いと思いますよ。あ、悪くないですね、喋りうまいしですよね、まあ、これはご覧になってる方多いと思います。多いですね、はい、で僕ね全くわからない番組があって、このキムヨンチョルの街歩きっていう、これ何ですかこの番組。これが最近結構人気が上がってる視聴者、日本で、そうですよ、日本の視聴者の中でも注目されてる、はい、注目されてますね。キムヨンチョルの街歩き、そうですね、散歩の番組、散歩の番組ですね。触れ合い会ですね、韓国って、はい、現地の分かる、韓国の、分かりますよね、韓国の人との触れ合いは深いから。深いですね。いきなり家にも訪問したりとか一緒にご飯食べちゃったりとかそういうのも見られます。なるほど、はい、その深さが面白いと。そうですね。あと多分今コロナなので韓国旅行したいけどできないっていう方が多いんじゃないですか。なのでちょっとこういう番組を見て代理満足する。そうですね、なるほどね、はい、あとですね、はい、ペットバラエティ、はい、犬は素晴らしい。いや犬飼ってますから気持ちは分かりますけど、はい、これどういう番組なんですか。あの犬の大統領って呼ばれてる方がいるんですけど、カンヒョンウクさんっていう方が、あ、ペットトレーナー、そうそうです、そうです、その韓国ですっごい有名な人、有名な人ですね。あ、それうちの奥さん見たことあるな。犬飼ってる人、犬好きな人だったらもう知らない人、ね、いないですね。犬のしつけとかで悩んでる方の相談を受けて解決してあげるっていう。これ韓国の実はその社会的な環境が日本とちょっと違ってて、犬を飼うっていう人いる多いんですけど、家にいっぱなしの人多いんですよね。そうですね、散歩しない人多いんですよ。本当これは僕びっくりしたので、やっぱりその散歩になかなか出かけないから犬もストレス溜まっちゃって、あのしつけがうまくいかない人が多いんですって。だからそういう人たちの悩みをやっぱり解決するっていう意味では、そのペットトレーナーの役割すごい韓国って大きいって言われて、バラエティなのでちょっと重くないから、あ、なるほど、楽しめると、楽しめるということですね。はいはい、いや見たい番組いっぱいありますね、こう見てると。もちろん KBS のニュース9はこれリアルタイムですよね、はい、リアルタイムで。僕 の、 あのニュース9の見方があるんですよ。同じニュース日本とね、
これ同じニュースでも韓国と日本と伝え方が違う。特にねワールド系のニュース、その世界のニュースあるじゃないですか、全く違うから見てほしい日本と韓国の伝え方、うん、韓国目線と日本目線で、でえこれ日本でこんなこと一言も言ってないのにっていうのを韓国のニュースでは、その例えば同じアメリカとかねフランスのニュースでも違うんですよね。そうですね、自分もそれその目線で面白いですよね、はい、面白い、全然違うんで、うん、そうなんですよ。あでもね天気予報だけ注目してほしい。あ天気予報面白いですよね、まあ、好きな人多いですね。天気予報はねお姉さんのセクシー度はセクシー度すごいですね。韓国の方がはるかにセクシーなのご飯ちょっと食べれないんじゃないかなキツキツのタイトな服着るんですよ。天気チェックですから本当ですよ。いや見どころありますね、いろいろねこう見ていくと、はい、ありますね。さすが KBS だな話はつきませんけれども、ということでございまして、フリアズスモールアイ事細かにチェックさせていただきました、はい、さあそんな KBS ワールドなんですけれども、はい、どのように見れるかと言いますと、スカーパー、ジェイコム、全国のケーブルテレビ、光 TV、au 光、DTV チャンネル、Amazon プライムビデオチャンネルでも見れます。Amazon プライムで KBS ワールドいつから見れるんですかこれ。全然知らなかった。これ2018年そんな前から、はい、知らなかった。KBS 見れます。Amazon でも。そうですか、ねはい、ということでね、いろんな方法で多岐にわたってチェックできるということでございます、はいはい、さあそんなですね、KBS ワールド KBS ジャパンのキム研究員からなんと今日プレゼントをいただきます。びっくりしないでください、はい、これドキドキするでしょう。何でしょうか、何でしょうかっていうことですよ。これ開けますよ。この形見たら分かりますか。なんと KBS ワールドオリジナルの Bluetooth のワイヤレスイヤフォン、はい、結構いいですよこれは。いいわ。なんとこれをお二人に、はい、ご希望の方は応募方法簡単です。この動画のコメント欄にこの動画の感想を書いていただくだけということで、あとは厳正な抽選の後ですね、当選者に直接送らせていただきます。はい、ありがとうございます、はい、さて、お別れの守りの時間でございますが、どうでしたか今日。こういう機会をいただいて、はい、もうすごく嬉しかったですけど、はい、でも一部の番組しか紹介できなかったので本当にすいませんでしたいやそうですよね、はい、だって24時間放送してるから。そうですね、もっと、うん、もう面白い、もっと面白い番組あったんですよね、はい、あと感動的な番組もたくさんまだまだありますので、はい、ぜひこの機会に KBS ワールドを、はい、一度チェックしていただければと思います、はい、ということでございまして、はい、今日はですね KBS ワールド KBS ジャパンからキム研究員にお越しいただきました。キムさんありがとうございます。ありがとうございました。いや綺麗になったね。いや研究員と話してる間にこんなに綺麗になって、あ嬉しい嬉しい、大事な CD だからね。いやそれにしても KBS ワールド面白いですね。改めてね、あれもこれも見たいものたくさんあっても僕もこれから眠れない日々を過ごしそうですよただでさえ忙しいのに茶碗洗いとか。いやでもね本当に、まあ、KBS が今の韓国のね、リアルをライブに伝えてくれるというのは非常にありがたい時代になったなと思います。まだ見てないという方はね、いろんなこう方法で見ることができるみたいなのでぜひチェックしてみてください。さあフレアは先ほど韓流研究所ケンタメラボ、次回は何を研究しましょうかね。そろそろまた外に行きたいななんて気持ちもありますけれども、何ですか。そんな暇はない。はい、わかりました。ちゃんと研究しますよ。じゃあとりあえず送ってくるからキムさんね。